まあ結構短い尺で伝えられるやつにしようかな。ああ、いいですね、はい、そのパターンも。本当短いの求められた時にまああるようなことを、はい、まあ僕そのバカよあなたはの平井ファロー光るって言うんですけど、はい、何しろこの名前が本当に覚えられづらくて、はい、平井ファロー光るっていうの結構よく間違われるんですよ、はい、うん、まあまあ珍しいけどね、まあ、多いのが平尾ファラオ光る。なるほどなるほど。あの、はい、名前で言い踏まれるみたいなのが多かった、はい、まあ、言いたくなっちゃう人もいるから、平井ファラオって言われたりとか、あ、開けられるんだ、チャラオみたいな感じで言われたりとか、はいはいはい、でまあその自分の個人名もそうなんですけど、あのコンビ名のバカよあなたはもよく間違われるんですよ、はい、うん、まあ多いのがそのバカよあなたはカタカナで書かれたりとか、はい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 、まあ、バカよあなたよって言われちゃうこともあったりするんですけど、はいはい、一回ひどかったのが街であの子供があってば指さして、はい、バカかお前はってただの悪口じゃねえかって、わあ、うわー、バカよあなたはって言ってる人だからな、名乗ってる人だから、そうそう、でも犬的には同じなんですね、そうそうそう、ね、結局ね、そうそうそう、飛び砕いただけだから、そうそうそう、間違ってもないの、でも悪口が間違いないんだよね、確かになぜか腹立ったっていう、ああいいですね、それだけの名前の間違いの話ですね、はいはい、いやこの類はもう受けるっしょ、はい、受けますね、もう自己紹介トークでしょ、はい、そう、分かりやすい、めちゃくちゃいいですよね、もうだって営業のつかみとかで言えそうだよね、はい、いや本当本当そうなんですよね、申しましてみたいなところから受けれそうだから、うん、はい、まあ、これに関しては本当に尺次第で、そうですね、数増やしちゃったり減らしちゃったり、はいはい、そうですね、まあ、それだけか、単純にこういうのもいろいろあって、はい、で、うん、一番ひどかったのがで終わりに迎えるから、うん、そうですね、子供に言われたで終わらせれるから、うん、だから2分喋れって言われたら間違いをいっぱい出せばいいし、はい、30秒だったら1個2個いってすぐ一番良かったのがにいけるから、はい、うん、だからまあまあこれ、まあ、場を選びますけど、まあ、そのバリエーションとしては、うん、シャオって言われることもあるそうね、そう、その場所で子供とかショッピングモールではできないわな、そうですね確かに、うん、やっぱ覚えにくい覚えやすいはあるからね、名前ってね、そうですね、三日月マンハッタンも結構あるからな、それは、うん、その間違われるは一番多いのはあるよ、だから3ヶ月マンハッタン、ああ、そっか、見たパッと見た感じ、そっかそっか、3に日に月なのに、はい、毛で、はいはい、未だにあるからね、パッと書かれたやつは3ヶ月マンハッタン、はい、とあとびっくりしたのはあの3に日に月じゃない、はい、くっついて、はい、3明るいマンハッタンになってる、3秒みたいな、3秒マンハッタン、なんか、はいはい、手書きを見たのかなみたいな、はい、スペースがね、あったり、はい、あって、それで言うと、はい、一番ひどかったのがあの営業先の楽屋行ったら、はい、あの三日月コンチネンタルって書いてあるこのもうマジかよ、間違いの経路が本当だよこれ、間違いの経路がわからない、わかんないですよね、俺の楽屋じゃないかと思った三日月コンチネンタル様っていう、なんでカタカナしかあってんじゃんそうそう、カタカナしか許してやるわけにもいかないですもん、ね、予測変換でもおかしいだよ、まあとこうもたどり着かんだろう、はい、三日月で出るかねっていう、まあ、名前間違えば本当にもう分かりやすいもんね、そうですね、伝わりやすいからな、チェクタないよ、チェクタ、まあターがあの下の名前みたいに太いっていう、ああそうね、田んぼのターとは思わないけど、なるほどなるほど、いいですね、使い勝手は。で、しかもこれからさっき、まあ嘘じゃなくて、間違われたら、またどんどん。ああ、そうですね、更新できますもんね。で、作ると嘘になるけどさ、はい、本当に間違われてての、ありえないやつとかは言っていいわけだからね。そうですね。そうですね。三日月コンチネンタルは嘘で言わないもん。嘘やったら、きしょすぎますよ、ね。もうおかしいもん、だってなんか、はい、上手くもないし、かかってもないし、ね。そうですね、ほんまのやつですもんね。そう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 。なんでっていうのがあったから。あ、いいんじゃないですかね、そうですね、はい、一般人のもう天然っていうのがね、やっぱり、はい、面白いところから分かんないもんですからね、やっぱね、はい、天然が面白いのかもね、その一般の人のボケようとしてない人の、そうですね、そうナチュラルな感じが、うん、やっぱりそうだよね、天然はやっぱ強いっすよ、天然は強いね、天然は強い、はい、いやでもやっぱりうなぎとかもさ、はい、天然の方が美味しいけど養殖じゃないと商売にならないって言葉があるからね。あ、そうなんですか。これはね、あの
誰かに言われたんだよ。何だったかな。なんてぼんやりしたんだ。この言葉、この言葉好きだから。サムワン。この言葉好きだって言うのもなんか。あ、はい。天然の人はやっぱ強いと。はい。はいはいはい。それはもう勝てない。うん、はいはい、ただ、養殖じゃないと、商売にはなりませんよと。安定供給はできませんよっていうので、養殖側の、あの、心支えになるっていう、はいはい、確かに言葉を誰かが言ってたんだよな。誰か気になるな。うん、でも結構さ、いろいろ、その、こここうした方がいいみたいに言ったじゃない、はい、その、芸人じゃなくても、その、普通のエピソードトークってするじゃん。はいはいはい、昨日会社でとか、はい、この間、はい、旅行でとか。うん、このポイントポイントを押さえたら、ちょっと面白く話せるようになるんじゃないかな。なりそうですよね。なると思いますね。やっぱ、うん、面白くない話の人って、余計な情報多かったり、やっぱ長いとか、はい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 、で、なんか、振りが間違ってるとかね、はい、なんか、はい、この振り行ったらここに落ちると思ったら、いや、落ちここだったらこれいらなかっただろ、みたいな、はい。とかを意識して、喋れるようになったら、ちょっと、同じ話でも面白く聞こえるようになる。そうですね。でも全然そうですよね。うん、整理整頓がね、はい、ちゃんとできてれば。できればね。うん、確かに。いいと思う。勉強になったと思いますね。うん、精度を上げていきたいですね。はい、できることなら。すっごくたくさん喋ったような気がしますね。すっごくたくさん喋ったんだよ。喋ったんです、実はね。ハプニングがね、ちょっと。カメラがなんか、容量オーバーで止まったから、はい、俺だけ連続で3回喋ってんだから、俺。後追いで2個ずつ喋るってな、どういう回なんだよ。乗ってない話がいくつかあるんですか。ありましたね。いやもうまだまだちょっとこう、文明についていけないもんね。カメラ回ってないのに一生懸命喋ってた、あの時間なんだったんですか。ただの楽しい喋り。喋りじゃないか、ただの。そうですね。あの話はもうできないですもんね。もう。あの熱量で喋れないですもんね。いやだからそういう意味でもスマホの勉強にもなったんで。いろいろ勉強日々成長でございます。チェクタの猫の話は。面白かった。面白かったよな。聞いてほしいです。ライブで、ライブライブで、はい、また機会があったら、まあ、出しましょう。はい、そうしましょう。はい、はい、